そこにアサインされて、はい、であの4年目の途中からはそのもともと専属でやってた方がちょっと違う部署に移って、うん、兼務の私が担当一人になるみたいな方になってますね、うんうん、どんどん忙しくなるじゃないですか。はいそれぞれにやりがいはありそうだな、難しさもありそうだなっていうのが中でだいたい話切れる中で出てきたから、あの何聞こうかな。なんで重要部に出たいの。なんでかと言われると、うん、まあ、そもそもなメーカーに入ったのがやっぱ日本のものづくりに携わりたいなみたいな思いがあって、うんうんうん、はいはい、でもかつ、はい、1年弱海外に行ってて、まあ、ちょっと英語使えたらいいなとかいう、まあ、そんな甘いちょっとあそこはなんかこういうゆるい考えだったんですけど、まあ、でもやっぱりこう日本のものづくりはすごい製品を作ってるところに行きたいなっていうのは思ってて、まあ、別に私が作るわけでも何でもないですし、文系なのでできることも限られてるんですけど、うんうん、でもやっぱり入社してすぐとかはそれぐらいにしか思ってなかったんですけど、まあ、入社すると会社って事業部があって成り立ってるわけじゃないですか、まあ、コーポレートって部分も絶対必要やし、コーポレートは何かを生み出せるわけではないんで、なんか、まあ、コーポレートの中でも特にその総務とか労務関係人事とかってなんかビジネス感覚を、うん、なんかこれ昔田辺さんにも言われたんですけど、なんかビジネス感覚を全然養えてなくて、うん、なんかあんまりこう今でもそう、私全然多分ビジネス感覚なくて、うん、そういうところはやっぱりこのままずっと行くのはちょっと嫌だなっていうのもあって、うん、一回やっぱりまあ会社のこう中心じゃないですけど中軸となってそういう事業部門に行きたいなっていう思いが今でもありますね、うん、行けたらいいね。そうですね。コロナの時って結構在宅あったの？そんなになかったですね。一番やってた時でも週に2回、うん、でも週に2回やることはほとんどなかったです。まあ、コロナになってようやくこう在宅勤務ができる体制環境がまあ会社として整ったのは整ったんですけど、部署的にもまあ現場にとのやり取りが多かったりっていうのもあって、かつまだまだこうデジタル化されてない紙の書類みたいなもいっぱいあるんで、それを持ち出すわけにもいかないし、なかなかあんまり在宅勤務はなかったですね。なるほどな。はい。なるほどな。まあそうよね。システム化されてなかったらなかなか持ち出されへんもある部署はできへんよね。うん。あの事業部の方行くっていうのって、全然関西でも首都圏でもない、もうすっげえ遠い中の地方行ったりとかしても別にいいの？ああ、そうですね。でもうちの会社その可能性はないんで、ありがたいこと。そうか。いやもう最高やな。そうですね。確かに。うんうんうん、じゃあ、一刻も早く行きたいよね。そうですね。来たいい思いはあります、ね、でもまあ今やってることをでも広報とかもっともっとねこうやってみたいなって思う部分もあるやろうし、うん、そこでやるってなったらやるってなったでやりがい見出してやりがい持ってやれそうなのかないやどうですかねちょっと嫌なちょっと難しいいや今はなんか私の思いは、うん、まあその事業部に行きたいっていう思いと、まあやっぱり広報をどちらかというと注力したいっていうところもあって、あその移動しないのであれば、うん、まあやっぱりもともとこう1年目からずっとやってる業務の方が慣れてて、広報の方が人と関わる仕事なので、うん、そういう従業員との関わりっていうのはあるんですけど、でも何かこう、やりとりではないんで、基本、こう制度をお伝えするみたいな、そういう意味ではこう、分かってしまえば楽みたいなところがあって、うん、でも広報ってやっぱり毎回毎回違うんで、うんうん、その事業部の人とであったり記者であったりと、うん、こう結構何回もやり取りして、例えば新製品が出るときに記事にしたいっていう目的があって動いてても、自分自身はその製品を中間に立ってるけどいまいちよく分かってない、うん、まずそこを自分が理解しないといけないっていう、なんかすごい、まあ、時間もかかるし結構頭も使うし、で人と関わるから気も使うしっていう、すごいしんどいな業務なんで、うん、なんか、まあ今までずっとやってきた仕事もちょっと忙しいし、ちょっとこっち後回しみたいな、うん、後回しできないんですけど、なんかちょっと避けたくなる思いとか、うん、もう自分の中でやっぱりあって、うん、まあどうしても楽な方というか、慣れてる方に、こう、重きを置いちゃうんで、うん、なんかそれをこう、なんとかこっちの業務をもうちょっとこう、少なくなって、もう広報の方を向くしかないみたいな環境になれば、
多分やらざるを得なくなるんで、うん、そうなったらもっとこういろんな意味で広報の中でこう自分でこういろいろ考えてもっともっと広くやっていけるのかなっていう思いはあるので、うん、まあ、できればそっちに注力できたらいいかなとは思いますね。なるほどね。まあ、その辺はどうなるか全くわからんって感じかな。はい。まあその辺が、全然うまいこと自分の思った通りになりませんでしたやったら、もう転職もあるんかな。そうですね。あ、でもどうですかね。まあ、まあ数年やってから考えると思います。やらずに何かこう、決めてしまうのは違うかなと私は思うんで、まあ一回やって、うんうん、多分自分が知らなかっただけでもしかしたら面白いと思えるかもしれないですし、うん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 、なんかそっちの方が多分広がる自分の経験としていいのかなと思うんで、うん、自分の思うようにいかなかったからやめるっていうのはあまり考えてないですね。うん、そういう公式を